ロバート・ジョン・ソーオントンロバート・ジョン・ソーオントンは、イギリスの医師、植物書の編集者である。カルロス・フォンディン・ネルスのセクシャル・システム・新使いなどの制作者である。この書物の第三巻は、フローラの神殿として豪華な図版を企画した。祖父は、ロンドンで薬師店を営む本造家で、父親は文芸家であった。父は幼い時に没して、祖母に育てられた。 牧師となることを期待されて、ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに入学したが、植物学をトマス・マーティンに学び、リンネの学説を学んで、植物学を学べる医師に進路を変えた。ロンドンのギーズ病院で働き、後に病院で薬草学を教えた。遺産を得て、海外で過ごした後、ロンドンで開業した。フローラの神殿は1799年から、 観光が始めたホリオ版の着色された図版で10年間にわたって観光された。ソントンが原画を描き、当時の版画界の巨匠たちを雇って制作された。フランスとの戦争などで豪華本を購入する市場が縮小し、資金が不足すると小型本にすり直し、私的なくじを売り出すなどして観光を続けたが、ソントンは破産し、極賓のうちに没した。ソントンは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ロバート・ジョンソントンを示すのに使われる。ありがとうございます。